ありました、リニューアルした割烹吉田です。大きいビル。創業58年を迎える割烹吉田、天神ビッグバンに伴い博多区天屋町に移転しました。新しく建てられたこのビルは2階から4階が客席になっていて、席数は200席。そして看板メニューはこちらの鯛茶漬けです。最高。美味しかった。ぜひ皆さん食べに来てください。お客さんが名店の味に皆さん笑顔がこぼれていました。そうした中、初めて食べたというこちらの男性は、おお、おかわりですか。はい、おかわりしました。晩飯分ぐらいまで。ついついおかわりしてしまう鯛茶漬け。私も早速いただきました。お待たせいたしました。鯛がたっぷり入ってます。おいしそう。安定の名店の味ですね。鯛の熱が加わった部分がもう風味が増して、でこのタレと出汁が合わさることによってよりまろやかになるんですよね。当店おかわりが自由ですので、はい、タレだけを残してタレとご飯だけで召し上がる方もおられます。緊急事態宣言の中での再オープンという形になりましたけれども、はいはい、まだまだですね、厳しい状況はこれからもだいぶ続くとは思うんですが、食でですね、このコロナを吹き飛ばすようにですね、盛り上げていきたいと思っております。